皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは福井市中央卸売市場ということで福井県でございます。福井県って結構何回かやってるけども、大体福井の市場ってまあ観光市場が多いじゃないですか。ここの卸売市場2回目なんですけどね。なんでね今回ここに来たのかっていうと、ここの福井中央卸売市場の中に関連棟みたいなところがあって、一般も買えるような市場みたいな、ちょっと前にやった広島のさ福山魚市場のワクワク市場みたいなあったじゃないですか。あれの規模でかい版がこの中にあるということなんで、前回やったのがもう1年以上前じゃないですか。初めての福井ここだからね。なので情報のアップデートも含めて中見ていこうと思うので、海鮮好きは絶対にグッドボタン、そしてチャンネル登録、まだの方登録お願いします。今回やってきてるのは福井市中央卸売市場。卸売市場とは書いてあるけど、下に書いてある福井鮮市場という一般の人も買い物ができる関連棟的なところが今回のメインになります。ここは正門っぽいんですけど、業者用の入り口らしいです。なので福井鮮市場に行く入り口はちょっと回り込まなきゃいけないみたいですね。ちなみにアクセスは福井駅から車で10分と、今までの福井の市場と比べるとアクセスはいい方です。ここが回り込んだ福井鮮市場の方の入り口です。目の前にあるので分かりやすい。見ての通り駐車場に困ることはないです。で、奥の方に見えるのが水産棟ですね。これに関しては1周目でやってるので、そちらを見ていただけたら分かるんじゃないかな。一応前回の動画は1年以上前だけど、参考のために下の動画概要欄に貼っておきます。で、水産棟はこんな感じで、基本的に8時過ぎだとほぼ終わってます。ちょっと前にあった広島の福山魚市場と同じで、福井鮮市場ですね。営業時間は朝の8時半から14時半までと、昼までしかやってないです。で、バップがありました。ちなみに定休日は日曜日と一部水曜日らしいです。市場は基本水曜日と日曜日が休みだよって覚えておいたら楽です。で、マップがかなり分かりやすいですね。今ここなんですけど、入り口すぐ左手が全部飲食店、あとは花屋とか魚屋さんとか、奥の方に干物屋さんとかがある感じです。お年寄りでも分かりやすいマップだと思います。で、中はこんな感じで案内マップ通り、前にやった福山魚市場の規模が超でかい版、あと岡山の福福通りみたいなところにも似てますよね。で、干物屋さんは文字通りいろんな魚の干物とか持ち帰って食べられるお惣菜ですね。この干物は聞いたところ一皿で1000円らしいです。それと冷凍の海鮮も売ってました。もちろんメインはカニっぽいです。まあ、バーベキュー用ですね。それとこの店舗よく見ますね。鶴ヶの日本海魚町でもあった。もしかしたら三重県の赤福と同じで福井で勢力を上げてる会社なのかもしれない。あと福井といえばの醤油、それといろんなお刺身なんかも売ってました。福井産のイシダイ、イサキ、サワラとか580円均一。それと漬け丼とかもありました。これは980円とか880円とか。それと柵とか魚一匹丸々も売ってました。あとはさばきたいガチ勢向けの魚ですね。一応一般人向けなので一匹ずつ買える雰囲気。スズキ一匹7800円、サバは一匹300円、甘エビに関しては値段書いてなかったです。こんな感じの惣菜もあるので結構便利ですよね。もちろん魚だけじゃなくて青果系もあるので普通に買い物するだけでもいいですよね。それと前回言ってない飲食店です。ちなみにここの営業時間朝の9時半から14時まで。お試しオープンで9時半までなら朝定食もやってるみたいです。で、刺身定食だったら1500円、海鮮丼が1800円で、ウニが増えるとプラス500円、イクラもつけると500円、なのでウニイクラフルカスタムすれば2800円と、かなり人気の入った食堂ですね。ここはうどんとかそば系がメインなんで、ここは全国の麺をすすってる YouTuber に任せましょう。あとはラーメン屋さんですね。こんなラーメン屋さん前あったっけ。それと1周目で1時間待った海鮮丼屋さん。海鮮丼が1700円でまかない丼が1400円。前回は量があるって聞いたんでまかない丼を食べました。前回の動画見たらちょっと値上げしてましたね。それと期間限定でズワイガニとかセイコガニもありました。それと1周目で行ったところマスヨネさんでした。福井で幅を利かせるカニ屋さん。前回とちょっと変わったところとか、まあそういうのとかをピンポイントに見せていったんですけど、他の市場って10時とか11時からじゃないですか。ここ朝早くからやってて、なおかつ9時までだったら朝定食っていう定食とかも食べれたりするんですよ。まあ俺は食べないけど。そんなわけで1軒目ですね。ここは前回行ったところでコメントにも海鮮丼行ってくれっていう風に書いてあったんで、今リベンジします。前回は11時だったからか1時間ほど待ってて、回転率が微妙だった記憶があるんですよ。今は9時ちょっと前なんで人はいないです。1週目で行ってるけど、まあ1年以上経ってるので情報のアップデートですよ。で、店内は年季の入った定食屋、カウンターが5席分でテーブルが2つで、席数は少なめ。これがメニューで外にあったのと同じ。大人気が海鮮丼で人気がまかない丼、平均1500円から2000円ぐらい。ちなみに朝定食は9時までなら800円であるらしいです。もちろん頼むのは海鮮丼。まずは漬物と小鉢と味噌汁が来ました。小鉢は切り干し大根。時間が9時前っていうのもあってお客さん他に1人ぐらいしかいなかったです。これが海鮮丼ですね。
1700円。1周目のまかない丼見て予想はできたけど、やっぱり量がすごいですね。市場の漁師飯海鮮丼って感じ。ネタが甘エビ、イクラ、カニのほぐし煮、ネギトロとブリかな。で、炙りの白身魚、マグロとカンパチ、しかも一切れがでかい。で、サーモンだけどこれだけ一口サイズ、その他もろもろですね。で、丼の大きさはパスモン2枚分、マグロはメバチっぽいですよね。かなりあっさりした身だけど少しだけ水分味を感じました。一切れがかなりでかいので食べ応えはすごいですよ。で、ネギトロもマグロのすき身ですよね。よくパックとかであるネギトロですってやつじゃなくて、マグロのすき身。それとこれも結構量多いんですよ。軍艦3貫分ぐらいあるかな。で、ご飯はかなりしっかりめの白飯、粗熱の取れた白飯なんでネタに熱が伝わるとかなかったです。カツオのたたきですね。これ炙りの風味が強くて食感もかなりねっとりしてる。そしてめちゃくちゃでかい、これもカンパチですかね。脂も乗ってて歯ごたえも程よくあるんで美味しいです。ネタは基本2切れですね。丼なんかこんな感じで、ネタがもりもりすぎて中が見えない。だけどご飯の量自体は見た目ほど多くはないと思うんですよ。大葉の下に大根の妻が入ってました。それと1周目でも書いてありましたね、鱗とか小骨が入ってる注意書き。で、味ですね、これはほぼ半身そのまま入ってる。多分サイズ自体はそんなに大きいものじゃないと思うので一口でギリ食べられます。で、ネタに切れ目も入ってて柔らかい食感、程よく脂も乗ってるんですけど、青魚特有の癖とかはなくて鮮度のいいアジの風味だけ味わえる。なんかブリ系の身がめっちゃ多い。これも他の身と比べたら小さいけど厚みは一番あります。ただ脂は乗ってなかったです。まあ時期が時期なんでね。カニのほぐし身ですね、これはよく缶詰に入ってるやつかなと思ったけど、繊維味がしっかりしたベシャミのないカニでした。結構美味しい。タコも大きいですね、分厚いので噛み切りにくさはある。イクラはよくある醤油漬けタイプで他のネタと混ざってていいアクセントになってます。甘エビに関しては安定の濃厚さと甘さで、皮付きの謎の白身魚はすっごいプリプリしててほんのり脂が乗ってるんですよ。そして口いっぱい埋まるくらいのデカさ、これはいい意味で好き嫌いが分かれそう。だから口いっぱいに海鮮頬張りたい人だったらめっちゃ好きだけど、なんか上品に食べたい人だったりじっくり食べたい人にはありありゃってなりそう。今のところ鱗とか骨はなかったですね。縁側です、めちゃくちゃでかい、しかも食感ブリブリで、タチオも入ってましたね。皮は炙ってあったけど特に炙りの風味は感じなかったです。でも身はめちゃくちゃ柔らかかったですね。サーモンは他のネタよりだいぶ小さい。サーモン特有の風味はがっつりあったけどあっさりめの身でした。これで税込み1700円ですよね。分類すると前にやったあの京都の宮津の海鮮丼とか、あの富山の砺波市の海鮮丼と同じタイプですよね。海鮮丼偏差値は57ぐらいですね。ここは昼過ぎだと混むので朝早く行くのが正解ですよね。その前回の時と感想はあんま変わらないというか、やっぱこう一粒一粒はゴロゴロしてて漁師飯海鮮丼だなっていう感じでしたね。まああのタイプもね結構好きなんですよね。まあ、あれが1700円だったらむしろね全然安いですからね。次行ってみようと思います。2軒目は入り口すぐのところですね。ここは朝9時半からやってるらしいです。朝定食は時間的に無理なんで普通の海鮮丼食べようかな。店内は綺麗な和食のファミレスみたいな感じ。これがメニューで外にあったのを分かりやすく冊子にした感じ。支払いは現金かペイペイだけで、海鮮丼が地魚海鮮丼ですね。天然地魚メイン4種類から6種類、おばんざいとあら汁か海苔汁、いくらかウニを追加したら500円ずつアップ、あとマグロ丼とか漬け丼2500円、結構いいお値段しますね。あとは6つの定食、銀だらですね。他にも定食系がありました。ですが今回はデフォの海鮮丼にします。それがこちら、ウニとイクラ一応デフォで乗っかってましたね。で、盛り付けは綺麗、地魚海鮮丼なんでブリ系とか白身魚なのでパッと見じゃ何が何だか分かりません。で、丼は縦にでかいタイプですね。丼自体はそんなに大きくはないです。あら汁と小鉢ですね。あとサザエがついてきました。サザエはよく煮込まれてますよね。で、肝の癖もあるんですが苦味はそんなに感じなかったです。酒飲みは好きそう。アラ汁は結構あっさりしてるタイプ、魚介の出汁が出てる味噌汁って感じ。アラがブリとかサーモンっていう脂乗ったものじゃなくてなんかタイとかそっち系なんであっさりしてます。海鮮のタレは別皿になりました。カンパチですね。身は薄めというかよく刺身定食で入ってそうなカット、身も柔らかくて程よく脂も乗ってて美味しいです。ただ最初に見せた通り量自体は多くないので、まあ、女性向けですよね。で、ご飯は温かい白飯、お米自体はしっかりしてて美味しいです。で、ネタに熱が伝わってるとかは今のところない。ウニの量はキュウリを挟んだ軍艦1貫分、軽い妙に茶、イクラも安定した醤油漬けタイプ、イクラの量もキュウリ軍艦1貫分です。ブリ系のネタですね。これは 3,4 キロ入ってました。一枚一枚薄くて一口サイズ、なんか大ぐらいの人とか、なんかガツガツ食べるおじさんは満足感を得られないかもしれない。
なんかそういう人こそ1軒目がいいのかもしれないですね。でタイですね。でもマダイじゃなくてなんかメダイとかそっち系じゃないかな。これも枚数入ってるんですけど一切れは小さいです。ネタ自体は柔らかくて美味しいんですよ。別皿にあったタレですよね。だし醤油なんでそれとの相性もいいです。おそらくヒラメだと思うんですけど、ご飯の熱が微妙に伝わってぬるくなってるせいで風味がよくわからなかった。ウニとイクラがちょい乗ってて1800円。海鮮丼偏差値で言うと54とかですよね。だけどそれにサザエとかあら汁がついてるって考えるとなんか朝ごはんで頼みたいかな。男の人が友達とガツガツ行きたいなら1軒目で、女の人が友達と海鮮食べたいなで行くならこっちですね。今回久しぶりの福井中央市場いかがでしたか？ぜひ感想をコメント欄でお待ちしております。ベクトルが真反対の海鮮丼2つだったなっていう感じですよね。だからその好みに合わせて行くお店を選べるっていうのがいいなって今回思いました。ここ掘り下げられるかどうかわかんないので、この動画が評判良かったら、まあ、また数年後ぐらいに情報のアップデートしようと思います。需要がないと情報のアップデートなかなかできないんでね。毎回みんな見てくれてグッドボタン押してくれるおかげでこういったね一番巡りができるので、今後も継続していくために絶対にグッドボタンとチャンネル登録お願いします。